まあまあまあ、君は3分後ぐらいに絶叫するだろうね。うちの、あ、やったね。そういうことか。やったやつおるよね。ふざけんなよ。ふざけんなよのふですごい息が吹きかかってます。こんにちは。待って、どこ食らった、どこ食らった。アジペン。ナツピョン、ベニ、デイ、カゲマル。ということで本日もアジペンの4人でマインクラフトやっていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、ということで皆さん、視線を見るとね、前になんかよく見られないね装置があると思うんですけど、今回私たちは研究員です。研究員、うん、まあね、あるじゃないですか、美術とかでさ、赤色の絵の具と青色の絵の具を混ぜたら何色になりますか、ベニ君。パープルです。そうです。まあね、あの赤と青を融合すると紫になる。今回はマインクラフトでですね、モブを融合して新しいモブを作ろうという回をやっていきたいと思います。おー、おー、はい、なるほどね。実験だ。そうです。だ、僕たちは、なんか例えばね、左に豚入れて右にゾンビ入れたら、あの豚ゾンビ、まあね、ゾンビ豚ゾンビってもいますけど、もともとゾンビピックマンがいますけど、まあそんな感じのやつがあのできるって感じですね。で、今回は、研究員の腕を試すために、まずはですね、皆さんに素材を集めていってもらいます。で、その後に、モブを作ってもらいます。ポケモン形式で、まあ6体、自分の研究の成果として6体モブを融合させて強そうなモブを作ってください。えぐ、6体ね、はい、そうです。まあもちろん10体ぐらい作ってもいいんですけど、あの選別して最後6体に収めてください。ふーん、なるほどね。選抜ね。選抜です。了解だ。はい、最後に、ポケモントレーナー方式でトーナメント方式で勝負しましょう。誰が一番強いモブを作り出せたかやっていきたいと思います。わかりました。じゃあ考えよう。じゃあまずはジェイ君を捕まえてと。やば。え？俺融合した？じゃあ俺進んでいくわ。あ、そういうこと？あ、じゃあジェイ丸ができるってこと？ジェイ丸が。ジェイ丸ができるね。ジェイ君要素全部残ってる。ジェイ100%だなそれ。いいな。俺影取られたのに。先生。はい。そのモブはどうやって捕まえてきたらエンドスか。ああ、影丸くん、君はいい子だね。ありがとうございます。それを待ってたよ僕は。ありがとうございます。皆さんこっちに来てください。そろそろその説明したいかなと思って。まあ融合させるためにモブを捕まえなきゃいけないんですけど、はい、ここ開けてください。モブを捕まえる機械が入ってます。かっけー。シュリンクウェポンですね。これ取ってください皆さん。一つ雑にクッキーも入ってる。これをですね、モブに合わせて右クリックすると捕まえることができます。まあ試しに、あそこに第一村人がいるので。政治家らしいこの人。なんで職業が右クリック。おお。まあこんな感じでですね、あの捕まえることができます。おお、どうぞ。もちろんあの卵化するんで、あの捕まえて話すも自由なんでね。といった感じで捕まえ方はこんな感じですね。先生もう一個迫ります。はい、なんでしょう影丸くん。あの融合したモンスターをさらに融合することはできるんですか。できません。なるほど。ああ、そうなんだ。だから1と1を掛け合わせた2の状態までがマックスですね。そうです。分かりました。で、今回、まあ、融合についての説明をしてなかったんですけど、まあ、一回ちょっと試しに融合してみましょうか、うん、モブフュージョン。ゴシャインゴシャイン。じゃあまあ、ね、僕がもう知ってるので、じゃあ、影丸研究員、はい、この羊スポーンエッグと、ベニ研究員この豚を、はい、じゃあ各々ですね、左と右のあの箱の中に入れて箱の中に召喚してください。はあ、あ、こんな感じ。これね。はい、そうです。この筒ね。はい、はい、はい、置きました。そしたら J 研究員、この真ん中のボタンを右クリックで押してくだ、はい、あ、左クリックか、左クリックで押してください。ポチー。おー、すげー。そうすると羊と豚の融合体が真ん中に。わ、すごい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 。えー、じゃあ、え、なんか、はぁー、え、着ぐるみ豚みたいな。うわー、めっちゃ、すごい、かわいい。で、このね、融合したやつを、もちろん捕まえることもできます。なんで、じゃあベニ研究員捕まえてください。ゲッチュ。おー、はい、そうするとですね、多分あの羊と豚のビッグスリープだ。スポーンエッグが、うん、はい、できると思います。へー。まあ、こんな感じであの、あのポケモンゲットじゃないですけど、あのモブゲットしてください。融合するときに、やめろ。2つだけ、あ、3つぐらい注意点があります。
聞いてください、はいはい、同じモブとモブを重ね合わせると、巨大なモブになります。ただ卵化できないので、まあ、今回はなしとしましょう。なるほど、ね、はい、ゾンビやると巨大ゾンビになるんですが、今回はちょっと卵化できないのでなしで、であともう一つですね、いろんなモブを混ぜることができます。それこそあのネザーの敵とかも全部混ぜることができるんですが、はいはい、まあね、あの対応されてないモブとモブの組み合わせがあります。まあ要は失敗ですね、融合失敗のパターンがあります。そうするとできてのお楽しみなんですけど、気持ち悪いあの外れモブみたいなやつが出るんで嫌すぎる、はい、まあ、それが強い弱いはね分からないとして、まああの変なやつができたら、あ、これ融合失敗したんだと思ってください。まあそいつをあのデッキに入れてもらうことも全然大丈夫です。で最後にあのここにあの召喚して最後融合してこう出てくると思うんですけど、うん、あの敵モブの場合はバリクソ攻撃してくるんで、皆さんすぐ捕獲してください。なるほどね、はい、気をつけてください。あの怖い、わかりました。融合してもあの研究員くらあの殺しに来るんで、はい、気をつけてください。はい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 。じゃあ30分素材を集める時間測りたいと思います、うん、そしたらみんな一回集まって個人個人で、研究に慎んでもらえればなと。了解です。すでにベニ君とジェイ君がお互いを捕まえようとさっきからずっとワン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 してます。捕まえたいんだ。もう研究員の血が騒いでんだね。じゃあ行くか。早く捕獲しに行こうぜ。早く行こうぜ。ゲットだぜ。アジペンってアジサイペンシルの略なんだって。それではモブ捕獲よーいスタート。よいしょ、行くぜ。わ、めっちゃいるいた。よし、とりあえずこれ行こう。ゲッチ、めちゃくちゃいいの早速見つけちゃった俺。マジで、マジ、いや、これとっておきにしよう。こんなんいるか。お、はい、これいいだろう。おい、ちょっと、これとこれとかめっちゃ楽しい。おい、馬に乗せるな。馬に乗っちゃうんですけど。おい、逃げるな。すぎますね、それは。あ、来た。お前は使わないだろ。ゲッチ、転送捕まえれないか、これは。なんかいると思ったな、呼んじゃねえか。いいですけどね、全然捕まえても、ね、レアモブいると思っちゃったよ。オッケーオッケー、楽しい、捕まえんの楽しい。家はね、楽しいよねこれね。俺最近のさポケモン結構やっててさ、育成とか、はいはい、そう結構ね、はいはい、楽しさを覚えちゃってるから、もう今ドンピシャ。なるほどね、だいぶドンピシャで好きかも。でもさ今回あの単純なシンプルなモブの強さで言ったらさ、クリーパーとかネザーのモブ強そうだよね。いやそうだよね。誰か卵交換しませんか。一発がけの。やべえ、俺これ絶対強いやつ見つけたぞ。なんだ、そろそろ俺が最初に捕まえたあいつと被ってるのに。そうだな、アイアンゴーレム捕まえます。あー、頭よ、それはやばい、はい、もう大きさがもう全てですから。いいのかな、教えちゃって。俺らだって村を見つけたら捕まえられちゃうんだぞ。どう、な、秘宝あのあーびしょ、ゴーレム捕まえれない。ダメなんだ。そうなんだ。マジ？なんで？ゴーレムってあれじゃない？スポーンエッグがないからじゃないかな？もしかしたら。あ、ないんだっけ？なるほどね。あるっけ？モブフュージョン。あ、お腹空いた。みんないいのかな？そんな走り回ってたらお腹が空いてしまうよ。今リアルで腹いっぱいだから考えてなかったわ。さあ、ちなみになんですが、皆さん今モブ何体いますか？14個ぐらい。多すぎだろ、ガンガン捕まえていい。全然嘘やん。こん中からもうやっぱ選抜メンバーを作るわけだから。いって、待って、馬に乗りながら捕まったんだけど、ちょっと待って。やばい、死ぬ。ねえ、何これ。フィジカル強いやつが。あれ、でも鶏なんで捕まえちゃって、プププ。鶏に笑うやつは鶏に泣くよ。普通の卵入手したんだけど、これどうなんだろうね。シンプルに生まれるかどうかの確率。あ、確かに。夜楽しむべきだな。お、ジェイクなんか俺も負けてねえからな。負けてねえからな。輝き同じだからな、俺と。輝いてんな。私もちょっと3人に合わなくなったんですけど。みんな確かにいるんじゃない、ね、今。そういうことだね。もう二度と会うことはないでしょう。うわー、やばいの来た。絶対強いこいつ。待って、俺が死ぬ、なんなら。死ぬなら同時に捕まえるんや、せめて。あ、来た。え、ナイス。何捕まえたんだ、これは。ほんまに。こんなやつやめよう。よく聞くと、あれじゃないか、ディズニーじゃないか、今の。よし。あ、溶岩に。何がよしなん、それ。これ死に戻りです。ああ、戦略か、絶対ね。
死にました、そして蘇りましたってこと。稲妻に歌いました。アジペン音瀬サンダー歌ってみた絶賛公開中。何もない。さあネザー行ってる人ってまだ一人もいないよね。あ、え、行ってんの。まさか。まあ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 、そういえばあいつ溶岩触ってたな今、ね、ところで自分だけネザーに行ってると思ってるんですか。ええ、ベニ君マジで確かなんか静かだったな。え、嘘でしょ。ずっと地下掘ってます。そうだよね。今岩盤の話続いたのが今数分前だもん。ジェイ君、ジェイ君、はい、まあまあまあ君は3分後ぐらいに絶叫するだろうね。マジ。え、うちの、あ、やったね、そういうことか。やったやつおるよね。持ってかれたの。うわうわやべえやついますね。負けるんだよ。探せあいつを。いや、あいつさっきね山の方で見たよ。うわやりおった。あいつ許せねえ。残り時間5分です。何をしてるんだ。4分です。やつは必ずこの近くにいるはずだ。ウサギ狩りじゃ。ジェイ君いけるいけるいける。おいおい、死ぬ死ぬ死ぬ。おかしいおかしいおかしい。またベニジェイの戦いが。待って、ジェイ君、ジェイ君ポータルあるぞ。ポータル、ポータルあんじゃん。靴舐めるから教えて。靴舐めるから。どこだろうどこだろう。リスポーンして まっすぐだよ。9、マジマジ、やばい。7、ちょっと6、こぶた、こぶた、やばいって。10、4、9、やばい。2、あれちょっと楽いな。1、あれちょっと楽いな。マグマが出てきた。俺は最後。うわ、なんも、なんの成果も得られなかった。さて、私影丸の融合時間がやってまいりました。僕が今回手に入れた卵はこんぐらい、すごいね、2列分ぐらい手に入りました。でね、結構ちょくちょくもう探してる間からね考えてたんですよ。で早速ね、それを1体目作りたいと思います。もう下手したら切りぐらいになるかもしれないんですが、僕はよろしいですか。おそらくここに書いてあるこれが多分メインで融合できる子たちなんじゃないかなと思ってるんですよ。いくぜ。スイッチオン。ミャ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 。頼む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 。めっちゃいいの来い。あ、てかそこすぐ掴めなきゃいけないんだった。え、なにこれ。おい、失敗しとる。もう狼、あ、狼と馬良くない。これは最強が生まれる気がしてきた。敵モブを使わないという発想、有効にもなるモブだけで最強。え、あ、いて、あ、あ、え、やばい、ログ出ちゃった。やばい、見なかったことにしてくる。みんないやだ、ここだけ土屋でねねねね。ということで、僕の合成タイムでございます。手始めにだよな、強いなって思うやつ。僕ウミガメ2体持ってんだしょ。ちょっと、妖精ヒロミガメから言っちゃうわ。はい、ウミガメ、ウミガメとさ、スケルトンと、さあ、どうなるんだい。ポチー。さあ、強いの生まれろ。そして速攻捕まえないといけない、多分。これ絶対失敗作やん。じゃあ2体目いきますか。だから一番強いのがいいんじゃない。え、どうしよう、まあ、じゃあエンさん、エンさんとウミガメ使うと大失敗起きそうなんだけど、まあ、アンパイじゃウミガメクリーパーで。あ、でもね、爆発されたらめっちゃ困る。ウミガメエンダーマンクリーパー、ポチー。苦しそう、すまんな。最強を求めているんだ僕は。あ、ウマエンダーマンでしょ。ウマンダーマンじゃん、ウマンダーマン。ドン。おお、え、
待て待て、逃げないで、まず頼む。ちょっと待って。嘘でしょ。お前、つか、待って、まずい、化け物が解き放たれてる。あ、捕まった。捕まるんか、あいつ。あぶねえ。誰俺最初に作ったやつじゃん。ねえ、ふざけんなよ、ふざけんなよのふですごい息が吹きかかってます。こんにちは、マブフィオフィオン。はい、夏ピョンターンです。あ、やべ、捕まえるやつないと。他のみんなが融合してる間にもう何を融合するか決めてきました。今回なんか村人たたずんでるんだけど、決めてきました。今回は、夏ぴょんクリパでいきます。クリスマスパーティーではないですよ皆さん。クリスマスパーティー、いや違います。クリーパーパーティーです。失敗しそう。ガッツクリーパーいきます。せーの、はい、先に行け。攻撃される前に、攻撃される前に、どうなれ、頼む。ガストクリーパーはいるだろう。いやー、ならずのものだ。アジペ、さ、次は俺の番か。いやー楽しみだな。みんな結構長いこと合成タイム入ってたからな。 J のテーマ発表します。私のテーマは海デッキです。海のね、生物いっぱい捕まえといたんで、ちょっとね、これウミガメとかイルカをねふんだんに使ったデッキでチャレンジしていこうと思います。まずは、ウミガメとスケルトン。ウミガメとスケルトン、いやーどうなんだろう。ウミガメが入ってくると毎多分全部想像つかんだこれ。あー、こいつキモ、キモ、失敗作じゃねこれ。味ペン。はい、ということで皆さん融合終わりましたか。はい、バカアイス。あの融合を待ってる間なんかいろんな爆発音とかいろいろ聞こえましたけど、まあそこはね、まあ後で動画を見て確認したいと思いますけれどもということで、トーナメント方式でまずは予選ブロックで、その後に3位決定戦決勝でやっていきましょう。わかりました、了解。組み合わせは何でもいいんですが、あ、今ちょうどここにシュルカーボックスがあるんで、これでいきますか。え、偶然。はいはい、なんでさ、ベニー・ジェイ、影丸です、青は。ベニー・影対ジェイ・ナツピョンで。なるほど。で、ルールなんですが、皆さんあの6体ねモブを揃えていただいたと思うんですが、モブをね、はい、この扉の奥のこのねドロッパーのところにセットしてもらいます。で、はいはいはい、戦う人はボタンを出して倒しきったら次の敵を召喚してください。なるほど、なるほど。で、もし6体2人とも倒せた場合は、6体倒してこの扉を出た、はい、先に出た人が勝ちにします。なるほど、 OK、 扉を出るまでか、 OK。 逆に死んでしまったら、負けです。なるほど、はい、なんであのスピードは調節しながらやってください。おい、お前のパーティーに貴様好きね。俺のチューパを見せてやる。チューパ。それではそんなあるのこの世界も、はい。ベニー君、今回のパーティーのコンセプトは何ですか。統一パーティーです。統一パーティー、なるほど。統一パーティーなんだ。影丸、コンセプトは何ですか。頭脳びっくりドッキリパーティーです。ということで、ベニー対影丸、うわ、想像つかん。よーい、ファイト、ファイト。どりゃどりゃ実はこいつが強いんじゃないかって僕は。なるほどな。あ、待って、キラキラ、待って、どこ食らった、どこ食らった。よし、どうした。ベニー君、次らしいよ。オッケー。あ、また来た。あと待って、あれ、あれ、え、あれ、待って、統一パーティー、あれ、待って、なにこれ、かわいい、かわいいけど雑魚だな。統一パーティー耐久力、あれ、あれ、あれ、おい、もうちょっと見てあげて。あ、確かに、確かに、確かに。あー、馬ホースですね、馬スケルトン。あ、はいはい。あ、終わっちゃった。あ、待って、上にいます今、天井にいます。もういない。よし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 、なんでこれ、どりゃーい、なんでこれ、どりゃーい、どこ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 、目合わせて、目合わせて、ベリ君、あそこあそこ、狼、狼、目合わせたら大丈夫だ。俺のウルフエンダーさん、めっちゃ可愛くない。すやっかいじゃん。めっちゃ逃げる、めっちゃ、おー、早っ早っ早っ。めっちゃ可愛くない。あー、どうした、怖い、これ可愛いの。勝ちなんですか。
これはウルフエンダーが逃げ出したんですが、え、何これはまああれは場外ですよね。チキンってこと、まあコロシアムから出ちゃったので、ね、まああれはなしとしますか。なのでベニ君の勝利。いや、ドイツが強い。やったー。強いのあれ。強いんだ。毒がありましたね。そうなんだ。え、待って、ってことは6回以上失敗したってこと？いや、もう失敗しまくりよ。あー、なるほどね。なるほどね。まあ、そのカラクリは後々わかるでしょう。モブフュージョン。第2回戦、ナツピョン VS J。うい。ナツピョンさん、あなたのコンセプトは、はい、あ、クリスマスパーティーです。クリスマスパーティー、はい、やっぱりクリパ、まあ、世間一般的なね、言語を借りて、はい、クリパですか。では、J さん、あなたのコンセプトは、海テーマにしようとして失敗したので、スケルトンテーマにしようとして失敗したので、いっぱいパーティーです。お願いします。なるほど。クリパと失敗でございます。クリパ VS 失敗、レディ失敗です。ほい、ほら、こい、うわ、かっこいい、やば、強っ、強っ、おいい、いいね、はい、あ、出た、あ、出た、マジクリッパーじゃん、出た、出た、あ、並ぶものだ、出た、クリッパーじゃん、はい、あの、クリッパーだから、あ、え、お前クリッパーじゃないやんけ、かわいいドレス着てる、なんか、違うやつ来たぞ、なんだお前、出た、顔でかスケルトン、クリッパーじゃねえじゃん、おお、やばい、失敗しまくってる、全然クリッパーじゃねえじゃん、おい、おい、ちょっとおい、かわいい、かわいい、ちっこ、やったー、かわいいけど一瞬だった、死んでるし、ダメージ高っ、最後のしっかり勝負ついたな、ワンポイント、ナイス、勝者はナツピョン、イエイ、そう、アージペン、はい、それではもうね、パーティーは同じですか。はいはい、じゃあ3位決定戦、ああ、位置について用意、よし、スタート。ゾリャ、せめて俺は3位だ、まず彼ね、クリーパー結構危険だからね、もうすー、クリーパーマジでこいつ硬いんだが、だから処理が早くなる、クリーパーは、よし、オッケー、いや、うわー、こいつみたい、高速でクリーパー処理して、まあ、毒さえ食らわなければいい、キモー、何これ、おー、やめ、キモいとかいいの、うちの子、あー、すげえ、羊スケルトン、あの肩の筋肉えぐえ、肩の筋肉えぐいよな、基本的にスケルトンで、ニワトリスケルトン足かわいい、細いモデル体型、こいつやばい、こいつはね、離れたら勝手にバカッバカッ、うわ、キモ、なんかでも、ちょっとマスコットっぽい、あんまりキモいとか言うのやめてもらっていいですか、出た、よし、全部倒した、また場外だ、出た、よし、全部倒した、全部倒した、また消えた、また消えた、また消えた、あ、また消えた、これどっち、どっちが早かった、ベニ君、いや、これ普通に俺が早かった、今のは、いや、え、嘘でしょ、どうだ、消えたスピードで言うとジェイ君の方が速かった、ね、そうだな、嘘だろあいつ、あいつどこ行ったの、またおい、エンダーマン、多分ジェイ君の方が速かったかな、おい、うちの犬エンダーマンなんか勝負をややこしくするんだけどねえ、まあ、最悪、多分、影丸が4位でジェイ君が3位ですが、まあ、一応ビデオ判定でコロシアムにいなくなってた方が3位です、はい、まあ、多分編集で今出てるでしょう、おかしいだろう、はい、いや、もうほぼ負けた気分でいるわ、じゃあ、イエーイ、勝った気分で、いや、マジかよ、アジペンだよ、あえてよ、ちょっとね、僕は1体だけ可愛さをプラスしたパーティーにしました、なるほど、うん、おお、それがどう影響するかね、そう、もう僕もね、一体だけちょっと味変、味ペン、味ペン、味ペン、まあしてるかもしれんよねって話やな、ね、うん、かもしれんだそれでは両者位置について、はい、用意、さあ、ドン、よっしゃ、いくぜ、あ、こい、なんだこいつニワトリクリーパー、あ、クリーパーがいた、あ、待って、まずい、まずい、クリーパーが同じじゃねえか、全部同じ展開迎えそうだな、あ、ちょっとやばいで、ベニカネだと爆発したら最速で倒せるからな、これ実質、待って、あ、いけるいけるいける、離れろ、あ、何ポイント高い、ここに来て、どっちだ、僕の友達、え、待って、ほよ、え、ほよ、え、待って、ほよ、え、マジ、え、まだあるかな、おーい、なんかなんだあれ、あれ、おまけ出てきた、ねえ、こんな可愛くて倒せないよ、可愛い、可愛い、荒れます、荒れます、これはもう最低ということで、真の優勝はピョナッツ、イエーイ、キモダマいね、まあ、いや、まあ、マジか、まあ、君たちまだ研究員、日が浅いからね
味ペン。はい、ということで、はい、フュージョンモブいかがだったでしょうか。いや、めちゃくちゃ捕まえるのが一番面白かったかもしれんわ。そうね、わかる、ね、確かにめちゃくちゃ面白かったよね。めっちゃ面白かった、うん、普段戦わないといけないやつをワンパンで捕まえられる気持ちよさね。そうなんですよ。いや、そう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 、まだ見ぬモンスターがいっぱいいて面白かったです。まあ、でもちなみに今回あのネザー結局行けた人は、僕は行けたんだけど、僕も結局ね捕まえられなかったんで、うん、まあ、ネザーのねモブと現世のモブが掛け合わせるとどうなるのかっていうのを皆さんに最後体験して終わってもらいたいと思います。あ、なるほど、マジいいね。じゃあ皆さん、ここの真ん中に乗ってください。はい、うん、はい。じゃあ最後、グレイズとクリーパーが組み合わせるとどうなるかってやつですね。おーおお、すごっ、強そうではあるな。融合開始。え、君たちは研究の対象になってもらおう。え、ここで見んのちょっと怖いんだけど。あ、すごい。あ、かっこいい。すごいすごい、かっこいい。めっちゃかっこいい。DLT がめっちゃ浮いてる。え、でもなんかすごい、あ、痛い痛い、えぐい、ワンパンえぐい。2個半ぐらいいる。待て待て、物理攻撃なんこいつだな。ね、自分のいいところ分かってないこいつ。見た目だけじゃねえかよ。 PLP 何も活かしてない。全然分からせてやろうかこいつ。近接だったんだね。ちゃん、はい、人類の方が強かったです。またね、人類万歳万歳、はい、最強。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくね。それではまた次の動画で会おうぜ。